旅人、オイラに続いて読んでみろ。アランラのはアランラカラリをやりながら南から来た。ナララナはパチサラを抱えながら北から来た。パチサラを抱えてたナララナはアランラカラリをやってたアランラナを連れて酒場でランバドを探そうとしたが、アランラカラリをやってたアランラナはパチサラを抱えてたナララナを連れてバナラーナに行きたかった。ナララナはアランラナに逆らえず、アランラナと一緒にバナラーナへ行って、アランバという名のアランラナに会った。はい、皆さん最後まで言えたでしょうか。こんにちは、パイモン役の古賀葵です。よろしくお願いします。はい、いや2周年、なんかいろんな気持ちが入り混じっているんですけれども、なんかあれまだ2周年かっていう気持ちと、でもなんて言うんでしょう、そのまだと言いつつすごくストーリーとかもうバージョンとかもこの1年でものすごく新しいものが実装されていって、すごく濃密な時間を過ごさせていただいていたので、なんて言うんでしょう、もう2周年かっていう気持ちもあるし、それ以上になんか濃い時間を過ごさせていただいてるなと思いますし、旅人の皆さんとはとても思い出がいっぱい、さらにこの1年でまた詰まったなんと実感しております。いやすごい、本当におめでとうございます。嬉しいです。はい、印象に残っているストーリーでも、稲妻に入ってからはこれまでのモンドリーユエとはまた一味違った展開になっていって、すごく旅人も過酷な試練をねたくさん乗り越えてきたなっていう印象がすごくあって、なんかまた濃い時間だったなと思うんですけど、でもやっぱり雷電将軍の出会った瞬間のやっぱインパクトはものすごく心に残ってますね。なんか今まで出会ってきたキャラクターたちって結構なんて言うんでしょう、まだなんだそのなんて言うんでしょうね、今まで出会ってきたキャラクターたちはまだこう心を通わせることができるというか、なんだろう、人間味を感じる方たちっていうのも多かったと思うんですけど、雷電将軍はすごくもう怖いもう第一にすごくなんか圧倒的な強さと圧倒的なその恐怖っていうのをすごく感じて、なんか多分パイモン的にもすごくなんか今までとは違ったメインストーリーだったんじゃないかなって思って、すごく印象に残ってますね。あとでもそれで言うと、あと他にはあれイットさんとかの個人ストーリーとかも、個人ストーリーというかここで出てきて、この辺りで出てきてるはずですよねイットさんの話が私個人的にすごく好きで、なんかなんて言うんでしょう、鬼ってみんな不器用だけどすげえいいやつなんだなってめちゃめちゃ思ったお話だったりしたので、なんかこうちょっと問題児だけど憎めない感じが愛おしいなと思って、イットさんの話はすごく好きですね、個人的に。パイモンもすごいなんかすごいイットさんのこと心配してたりとか、なんかしょうがないなみたいな感じもありつつ、なんかすごい愛にあふれた感じになってたなっていう印象があるので、すごいそのイットさんの話は個人的には大好きなストーリーになっております。この1年を通して、そうですね、でも前回1周年のコメントを皆様にお届けできた時はちょうどその稲妻に入ったあたりという感じだったと思うんですけど、そこからそうですね、なんか相変わらずこうビビったり怖がったり
先に行ってくれよみたいな感じとかもあったりしつつなんですけど、でもすごくなんか旅人との絆をすごく感じるシーンが多く見られたな、この1年でより多く見られたなっていうのが印象的で、なんか旅人と一緒にドヤみたいなにんまりみたいな顔してるところとか、なんかちょっと漫才みたいなやり取りをしている瞬間があったりとか、あとすごいこうなんていうんですかね、旅人の大好き度がなんかセリフの中に毎回毎回あって、なんかよりこうなんか信頼と好きっていう感情とかが、信頼からの好きっていう感情がすごい伝わるなと思って、なんか旅人ももちろんそのいろんな多くのなんか試練を乗り越えて強くなって立ち向かっていく姿とかすごい強くなってるなって思うんですけど、それと一緒にパイモンもこうビビりながらでもなんかすごい圧倒的な強さの敵に立ち向かっていく姿勢とかがすごい最初の頃よりもとても進歩が見られるなと思って、素晴らしい、頑張ってるねパイモンって、旅人とさすが旅人の相棒だねっていう感じがはい、すごくしています。はい、そうですね、パイモンを演じていて大変なことでも、そうですね、でも毎回収録はすごく楽しく、パイモンちゃんはねよく暴れてくださるのであとなかなか言わない言葉はバーって思い切り言ってくれたりするのですごい楽しいんですけど、やっぱりですね新しい地域とかバージョンとかが入ってきたりするとですね、新しいまたワードが出てくるんですよ。それがその言い方というかイントネーションとか読み方とかですね、それをすごい毎回このイントネーションで大丈夫ですか、これがこれこうなると平板の方がいいんですかねとか、なんかそういう調整というかのはいつも音響監督さんたちやスタッフさんたちと一緒にこれでいきましょう、これが基準になりますって言いながら楽しくやらせていただいております。あとそうですね、皆さんもご存知かと思いますがスメールに入りまして、またスメールもですね、これはまたもう難しいカタカナがとても多いんですね。多分これ出演していらっしゃる皆様共通だと思うんですけれども、はい、またここもよしって気合を入れながらやらせていただいております。はい、でもとても楽しいですね。皆さんもぜひ冒頭の早口言葉ぜひ皆さんもいっぱい練習してみてください。はい、お願いしますあー、そうですね、いやもうそれはいすぎるぐらいいますよ。もうてか本当にすごいなと思うのが、原神に出てくるキャラクターたちはですね、全部なんか私の心を全部打ち抜いてくるんですよね。なんかあ、この角度なかった、ありがとう、ここの角度は感謝みたいなシーンがめちゃめちゃあってですね、もう本当一人とは選べないんですけれども、うわーどうしようかって。でもやっぱりまあね、銀遊野郎さんはちょっともう私の中でちょっと殿堂入りなので、ちょっとまあここはちょっと置いといて、雷電将軍たちからですよね、稲妻入ってあたりからですよね、うわー難しいな、でもそうだな、でもやっぱ、でもですねやっぱ平蔵さんはですね、あれはつらい、平蔵さんはもうと誰が考えたんですか、あれは本当にもうすごすぎる、何これ私、何ここ、もう本当にありがとうしかない。ちょっとですね、私平蔵さん後ろにね一つにちょくくってあると思うんですけど、髪をまとめてらっしゃると思うんですけど、いつかバッてバサッてしたところをぜひ見てみたい、ぜひぜひ。あとやっぱその攻撃モーションとかもすごく好きです。なんかほうきキャラではあるんですけど、なんかこうダダダンって三段蹴りっていうんですかね、ダダダンっていう
蹴りがあったりとかして、なんかああまた新しい攻撃方法が見れると思って新鮮だったり、待機モーションのあのこうムーンって考えてる時の文字がこうボヨン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 で出てくる感じとか大好きです。ぜひですね、平蔵さんにはもうもっともっといろんな謎を解いていただきたい。私はずっとその後ろついていきたい。そんな夢があります。ここやっぱいいな、すごい本当にもうなんかもうキャラクター考えてくださっているスタッフさんたちにもう本当にもう大感謝しております。もう本当にいつもありがとうございます。あ、朝やっぱりちなりさんですよね。好きだ、もうなんだあのおかっぱにあの黒い長い耳もずるい、もうふさふさの尻尾ずるい。またね、五郎さんとはちょっと違うね、あのキャモ耳キャラですよね。五郎さんはもうなんかもうあしゃ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 ってしたくなる感じがすごくあるんですけれども、きなりさんはちょっとこうね、なんかさってされそうな、わーって言ったらさってされそうな感じが大好きですよね。もうされたい、あの跳ねのけられたい。もういいな、ちょっと寝ていらっしゃる時とかにちょっとわさってやって、あのちょっとペペって多分なるでしょう耳が、もうあの感じを楽しみたい。はい、あの失礼いたしました。あでも本当にもう大好きで、みんな大好きです。はい、大満足。ストーリー、いやでもなんかなんて言うんでしょう、なんかでもものすごい速さでバージョンがこういろんな新しいバージョンが実装されていくじゃないですか、原神って。だからなんかもう予想がつかないんですよね。なんかあこう来るっていうのがあったりとか、あとこう久しぶりに出てきてくれるキャラクターたちもいたりとかして、なんかしっかりやっぱそのファンの心を掴んでやまないストーリー展開になっていると思いますし、あのファディの執行官の方たちですよね、あんな感じで出てくるんだみたいな、うわーみたいな、もうなんかいやなんかもう期待はとどまるところを知らないですね。なんで全然なんかもう想像はできないですけれども、めちゃくちゃ期待してます。今後のストーリー展開に旅人たちはどうなっていくのか、あとパイモンって結局何者みたいなところとかも、これからストーリーが進んでいったら分かるのかなみたいなのとか、ちょっとね、いろいろまあどこまで言っていいか分からないですけれども、私はすごくその正体ですとかね、期待していますね。今後どう関わってきてくださるのか。いやでもね、あの本当皆さんまだ知らないと思うんですけども、すごいですよ、もう本当に。なんでちょっともうすごいですよとしか言えないんですが、本当にすごいんで、あの本当にすごい、もう言いたい、もう全部言いたいけど、ここまで撮っちゃってるよみたいなこと言いたいけど言えないから、皆さんね、ぜひ楽しみに今後のストーリーもあの進めていってくださると嬉しいです。とにかくすごい、本当に原神すごい。はい、え、不満、え、そんな、ある。逆にこんなに素晴らしいものを与えていたし、まあでもね、きっとね、このキャラのこういうのをもっと欲しいみたいなのはね、きっと前野さんとかが言ってくださると思うんで、ここはちょっとそういうのは前野さんにお任せして、そうですね、不満か、あ、でもいや、そうですね、不満なんだろう、
でもなんだろうな、不満じゃないんですけど、願望、パイモンの新しい服とか見てみたいです。はい。とか、あとはなんだろうな、パイモン関連で言うと、ちょっとパイモン、いやでも多分、いや戦ってるシーンとかもちょっと見たいんですよ。パイモンが皆さんのね武器を使いですね、パイモンなりに頑張って戦っているシーンとかも見てみたいなみたいなのあるんですけど、多分パイモンめっちゃ強いんで、多分そうなっちゃうともう一撃で多分みんなパーってなっちゃうから、多分それはね多分制作さんとかもやってないんだろうなって思ってるんですけど、ぜひですね、なんかパイモンのちょっとした攻撃モーションみたいなのが見てみたいです。はい、パイモンは本気なんですかね。いや打撃系なんですかね、その直接型なのかまたまた槍とかなのか、気になりますね。なんか考えてほしい、みんなにどんな攻撃するのかみんなで考えてください、お願いします。はい、魅力、もうこれもね言い切れないよ。だってもうすごいじゃないですか。もうなんか原神のねリリース当初から旅人として冒険してくださっている皆さんの心をですね掴んでやまない、ねいろんなギミックだったり、また草元素がまた新しく出てきたりとか、なんかもうこれとこれだったらどうなるんだみたいなのもずっとそういうワクワクが止まらない、止めさせてくれないのが原神だと思いますし、でもご新規のね旅人さんでもやっぱり楽しめちゃうんですよね。やっぱそのなんだろう、新しいキャラクターが増えるってなった時とか、またその声優さんが好きだからとか、まあ、いろんな入り方はあると思うんですけど、それでもやっぱりずっと最初の頃から一緒に旅をしてくれている旅人さんもずっと飽きないし、もうこれから始めるっていう人はもう夢広がりまくりって感じだし、なんかもう止めどないですよね、魅力が溢れすぎてて。なんだろうな、でもやっぱ音楽もそうだし、世界が広がっていくのもすごく楽しいし、なんかあとですね、なんかこのストーリーがやっぱり私すごくいいなと思っておりまして、なんかその心をめちゃくちゃ揺さぶられるですよ。なんかだし、そのキャラクター一人一人にもしっかりこうバックボーンだったりとか、思ってることとか、なぜこうなったのかっていうのがもうちゃんと緻密に作られていたりするので、なんかそれを見てるとやっぱなんか全てのキャラクターがもう愛しいってなるし、この子にもきっとこういうのあるんだろうなとか、なんかもう出てきた瞬間にそういうのが想像するだけでももうめちゃくちゃ楽しいしっていう、なんか細かいところまでしっかりともう隙なく作り込まれているところ、世界が完成されているところが素晴らしいなと思って、だからこそなんていうんで、それこそ音楽もそうですけど、なんかみんなが旅人のみんなが本当にもう旅人としての原神の世界の中で生きられるっていう感じが、もう没入できる感覚が本当に高いなと思って、あそこが本当に素晴らしい魅力だなと思っております。はい、そうですね、また、こうして2周年お祝いのコメントをですね皆様にお届けできるということが本当に本当に嬉しいですし、もうこうして2周年を迎えられたのも一緒に旅をしてくれる旅人の皆さんのおかげでございます。本当に本当にありがとうございます。いやこれまでもね、もう2周年かとは思えないぐらいの
濃密な時間を旅人の皆さんと過ごさせていただいておりますけれども、またこのスメールに入ってからお話がこうまた大きくね展開していくのではっていう感じがして、すごくワクワクドキドキしておりますし、こうこんな人たち出てきて我々大丈夫って思うこともあると思うんですけれども、もうね旅人との間柄ですから、もう信頼関係はバッチリですし、これからもどんな困難があってもですね、旅人の皆さんとなら一緒に乗り越えられると信じております。なんでこれからも一緒に大冒険を続けていきましょう。これからも旅人の皆さんとは楽しく、また3周年、4周年、5周年とですね、素敵な時間を過ごしていけるように、パイモンもみんなのね素敵な最高の相棒として一生懸命旅のサポートをしてまいりますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。はい、以上パイモン役古賀葵でした。ありがとうございます。